はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ダイナソー龍崎です。さあ本日なんですが、恐竜デッキ作ってきました。はっきり言ってこのデッキマジで強いっすね。ランク戦でいくつか使ってみて、調整とかいろいろやったんですけど、マジ強い。このデッキやべえ。何が強いかっていうと、先行8妨害ぐらい噛められるんだよね。先行8妨害ですよ。そんな妨害構えられたら誰が勝てんねんみたいな話じゃないですか。ちょっとルートはね、対戦動画を見ていただいたら分かるかなと思うんですけど、最終的な立つモンスターをご紹介すると、まず、素材が4体で作れるアポロウーサ。これアポロウーサは、素材の数だけ、かける800ポイントの打点になって、相手がモンスターの効果を発動した時にこのカードの攻撃力を800ポイントダウンさせて、その発動を無効にできるよっていう、そういう最強モンスターなんですよ。でこれ4スライドで作ると、実際3200の攻撃力になって、モンスター効果を実質ね、4回無効にできると、これ4妨害って言っていいかちょっと微妙だけど、1、2妨害くらいは、基本的にはできるんで、アポルーサの4スライドで出していくプラス、相手の効果を無効にできるエボルカイザードルカ。これ恐竜族といったらね、エボルカイザーですから、恐竜族レベル4モンスター2で作れる、最強モンスターで、エクシストや取り除くとその発動を無効に破壊するっていう、このドルカ君ね、これ対戦に出てないんで、一応2回まで無効にできます、効果をね、モンスター効果を。でドルカ君、または、神戦の効果を内蔵しているエボルカイザーラギア君、これは1回しか素材2つ取り除いちゃうから1回しか効果は使えないんだけど、魔法トラップも無効にできるし、召喚特殊召喚も無効にできるっていう、これどっちかですね。どっちかと、オーバーテックスゴアソルス、これ一旦一度相手が魔法トラップカードを発動した時に自分の手札フィールドの恐竜族モンスターを破壊すると、その発動を無効にして破壊するっていうゴアソルス、またはコンダクターティアのアルコンね、アルコンくん、これフリーチェーンで一旦一度相手のメインフェーズに、自分の手札フィールドのカードモンスターかを破壊すると、相手フィールドの表が表示モンスターを全部裏返し無常にするっていう最強効果ね。これとハリファイバーと一緒にシンクロ召喚できる、バレルロードサベージドラゴン、ハリファイバーで、このクオンダムっていうのを出してくるんだけど、クオンダムとなんか恐竜族のレベル4モンスターで、シンクロ召喚してサベージ、これ何でも無効です、これ何でも無効っていう、アポルサ4スライ、ドルカ、サベージ、それからオーバーテックスゴアトルスっていうなんか地獄みたいな盤面作れるんですよ、先行で。これマジでやばいっす。ちょっとルートはね、見ていただいたらわかるかな。対戦とか見ていただいたらわかるかなと思うんですけども。基本的にこのコンボが、一番初動だと無理なんだけど、結構できて、これなんでかっていうと、恐竜族ってサーチがあるんだよね。この化石調査っていう。恐竜族のレベル6以下のモンスターを手札に加えるっていう、この化石調査と、あとやっぱ玉食いオビラプターと、あと卵たち。破壊されるとなんか、デッキから、恐竜族を出せるこの卵たちと、あとこのアルゴザウルスね、このアルゴザウルスがね、強くてね、レベル1の恐竜族だから、ミセラサウルスをあの手札からぶん投げて、でミセラサウルス除外すると敵から特殊召喚できるんだけど、アルゴザウルスが特殊召喚成功すると手札かフィールドの表側表示の中から恐竜族を破壊して、その後に恐竜族モンスター、破壊したモンスターと同じレベルを持つ恐竜族モンスターか進化薬カードを持ってこれるんですよ。やっぱね、この究極進化薬っていうカードで、オーバーテックスゴアトルスとかアルコンを出してくることになるんだけど、ここの、ね、コンボが非常に強いっていうのと、あとこのメセラサウルスって手札からぶん投げると、相手のメインフェーズ中にね、相手じゃない、自分のメインフェーズ中、または相手のメインフェーズ中にね、ぶん投げると、自分のフィードの恐竜族モンスターが相手が発動した効果を受けないということになるわけですよ。だから、例えばウララとか、そういう効果受けないんですよね、このカードがあれば手札にね。これが強いっす、非常に。で何が手札にあればいいかっていうと、いくつかルートあるからちょっと変わるんだけど、基本理想展開の話だけすると、オビラプターか、ミセラサウルスか、卵のこの中の3枚のうちどれかがあればいいですね。卵、プチラノドンでもいいです。プチラノドンか、ベビキャラサウルス、それから、ミセラサウルス、オビラプター、この中のどれか2枚があれば動けます。こういう動きができます。やばいっす、普通に。先行8妨害ってさ、だってよく考えてよ、手札さ、要は6枚しかないわけじゃん相手その高校だったとしても6枚あるんだからさ、先行8妨害っておかしくない？
6枚のカード全部使っても全部無効にされたら意味ないじゃん、だってっていうこと。はい、早速ね、この史上最強の先行制圧恐竜ビートやっていきましょう。使うときはあの友達に嫌われますんで、あのお友達に使うのはよしてください。はい、あのランク戦だったらいいですけど、お友達に使ったら必ず嫌われます。はい、それだけ言っていこう。ビュール3倍。さあ先行は取れました、やっていきましょう。ゾウジー、ああうららがよかったな、相手のねうらら、じゃあゾウジー止めれるんでね、うららの方がまあいいかなと思ってるんですけど、まあゾウジーも悪くないでしょう。とりあえずオビラプター召喚通りますね。効果は、なるほど、これは一応いけるってことか。なるほどな、ミスラサウルスか。じゃあこれ一応うららケアするんだったら、今あれか、アルゴザウルスから行った方がいいのかな多分。まあでも、あ、どっちにしても同じか、どっちにしても同じだったわどっちにしても同じだった。で、カードを1枚除外して、これなんもないじゃん、マジなんもないんだったら世界終わるよ。相手の反応なんもないですよ、これ多分チェーンなんもないんで、これも世界終わります。はい、とりあえずベビキャラさんの卵割って、で卵割って究極進化薬を持ってくる。これがアルゴザウルスの効果で、ベビキャラサウルスの効果を発動し、デッキよりプッチラノドンとかいう最強モンスターを、卵割って卵持ってくるやつね、これ。はい、卵ループってやつ、要するに。で卵割って卵持ってきて、で卵割り機で卵割る。オビラプターの効果発動、卵割り機の効果によって卵割って墓地の卵を蘇生するっていう謎コンボね。これちなみにベビキラベビキラでもいいんですけど、ベビキラベビキラするとなんかどっちのベビキラかは意味わかんなくなるから、僕はプチラノにしますけど。はい、でスクラップラプター召喚で、スクラップラプター特殊召喚で、これ一の効果発動してまた卵を割ると。卵割りすぎっていうね、このデッキ。はい、でベビキャラ効果で、ま、これはベビキャラかな。はい、でですね、まず、1体でリンク召喚しましょう。レベル1のアルゴサウルスでリンク召喚。一応ちょっと解説チックに行くか。どこ使うか分かんないし、これ多分あれなんもねえからちょうどいいわ。そのうちサレンダーされそうで、ですね、スクラップモンスターと、リンクリボーで、リンク召喚。こっちですね、スクラップ、ワイバーン。スクラップモンスターを含むモンスターに対してリンク召喚。現れろ、スクラップワイバーン。ちょっとニビルは飛んでくるかもしれないですけど、まあ一応恐竜族モンスターはミスラサウルスの効果で効果を受けないんで、で、スクラップワイバーンの効果で、墓地のスクラップラプターを特殊召喚しますよと。で、特殊召喚して叩き割ります、そのまま。はい、これ何したいねんって感じなんですけども、何したいねんっていう感じなんですけども、これ効果両方とも発動すると。でスクラップラプターはスクラップの効果で破壊されたら、デッキからスクラップを持ってこれる。でスクラップワイバーンはなんか破壊されたら、デッキからスクラップを特殊召喚しながらカードを一枚割るっていう効果ですね。はい、でワイバーンの効果でスクラップラプターを特殊召喚して、でフィールドのカードを割ると。でさっき出しておいたこのビビキラサウルスを割ります。バゴン。これ結構ちなみに初動札、まあ、2枚コンボなんですよ基本的には。あの結構何でもいいんで、まあ、ミセラサウルス、卵、なんだ、オビラプターみたいな、あの3枚のうちどれか来てれば結構ねいけるんで。で、2体のモンスターでオーバーレイ、エクシーズ召喚、現れよ、エボルカイザー、どれか。そしてこれで、ニビルケアしました。これでニビルケアが成立。まあもう多分ニビルあるったら投げてる可能性あるけどね。でスクラップキマイラ召喚、スクラップキマイラの効果発動、墓地のスクラップを特殊召喚。ちょっとルート長いんですいませんねで、まあ、このでも動きを目指していけばいいんで基本的にね。で、2体でリンク召喚するでしょ。はい、でハリファイバーですよ。でハリファイバーリンク召喚成功時効果で、ここでジェットロン持っていきましょう。全然恐竜関係ねえけど、でジェットロン特殊召喚です。はい、で墓地の、リンクリボーの効果で、これ何やってるかっていうと、あのモンスター増やしてます、フィールドに。これモンスター増やして4歳アポロウーサーしたいんですよ。でリンクリボー召喚特殊召喚でしょ。で、ジェットシーキョンの効果で、これ手は何でもいいんだけど、まあ増殖が強いから、まあ、アルゴザウルスでいいかな。アルゴザウルス切って、で特殊召喚しましょう。で、これでモンスターがちょっと増えたんで、で2体、2体じゃない、4体でリンク召喚。で、ここで、まあ、実質4妨害ですね。実質、まあ、これ4妨害って言っていいか微妙だけど、
これ4妨害って言っていいのかっていう話はあるんだけどさ、まあ、一応これで、まあ、妖精アポロウサってやつですね。はい、これは攻撃力を800下げると、モンスター効果無効っていう効果が一応4回使えると。で、究極進化薬発動。究極進化薬の効果によって、ジャイアントレックスと、なんか適当なこの辺のやつを除外して、で、やばすぎるモンスターを爆弾させると。で、オーバーテックスゴアトルス。これ一応魔法トラップカードを無効にした方がいいです。基本的に、なんかライトニングストームとか飛んでくるかもしれないんで、ライトニングストームとか無効にできる、オーバーテックスの方が強いと思う。ここは、モンスター効果今6回無効にできるんで、これで一応モンスター効果6回無効、魔法トラップ1回無効で、ハリファイバーの効果で変身した後に、あれですね、クオンダムとジャイアントでリンク召喚して、シンクロ召喚して、サベージ出せるんで、実質魔法トラップ2回無効、モンスター効果6回無効です。一応ね、まあちょっとアポロウサが4妨害って言っていいか微妙だけど、これで、8妨害ですね。はい。先行8妨害です、実質。ロストワールド。なるほど、恐竜か。ロストワールド。なるほど。まあ、それはいいか、別に。最悪。ロストワールド止めなくてもいいよな、別にな。うん、で、ハリファイバー効果。ハリファイバー効果で自身を除外することによって、クオンダムを特殊召喚。で、クオンダムシンクロ召喚した後は、こっちチェーンオンにしてくださいね、これね。ボタンオンにしとかないと、なんかその、ここの後に即座にシンクロするかどうか聞かれないと思うよ、多分。はい。で、サベージ特集。これで今、何でも無効1回、魔法トラップ無効1回、モンスター効果6回、まあ、6回じゃねえか。アポロウサ下がっちゃってるから、5回か。5回無効です。はい。まあ、どっちにしても強い。よいしょ。OK! さあ、返せます？怪獣とかないと多分これほぼ無理だと思うよね。死者蘇生。死者蘇生、いいよ。死者蘇生、アルゴ。なるほど。ちょっとめんどくさいね。止めちゃうか。蘇生止めちゃおう。ライトニングストームあったら多分先打ってる気すんだけど。いや、ライトニングストームも打てねえか。ロストワールドあるから。で、叩き割るの卵でもいいな。叩き割るの卵でもいいな。卵割るか。卵割って、で、相手の魔法トラップを無効にしていく。で、ベビキャラの効果で、割られたんで、デッキからオビラプターを特殊召喚。ほい。で、特殊召喚成功時、オビラプターの効果を発動したい。あ、ロストワールド、あそこでも反応するんだ。なるほど。ちょっとめんどくさいな。対象に取れなくなるんだよな。まあ、対象に取る効果ねえからいいか。別に、今。ロストワールドは、通常モンスターのトークンが相手のフィールドに上にいると、自分のフィールドのモンスターが対象取れなくなるっていう効果なんですけど。まあ、これトークン沸かせられてしまったが、はい、カード1枚ドロー。あ、これリンクリボーで変換できんじゃん。神ゲーか。これで対象取れる相手。はい、どうぞ。地獄みたいな盤面になってて草。これでアポロユーさん守れますね。リンクリボーがリリースすれば。あ、オブラプター無理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 、全然無理。エボルカイザードルカの効果発動。モンスター効果を無効にさせてもらって、はい、バリ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 バゴーンバゴーン、はい、これが遊戯王対話拒否モンスターズです。はい、エンドフェイズ。遊戯王対話拒否モンスターズバトルフェイス。この盤面作って動けるやつそうそういないからね。いやー、クソゲーだなって思う方いらっしゃると思いますけども、まあ、もともと遊戯王ってこういうゲームなんで、はい。相手に何もさせず気持ちよく勝つ。これが遊戯王。対戦ありがとうございました。さあ、ちょっと天下、あ、増字、墓穴、強っ。勝ちやろ。勝ったわ。完全に勝った。化石調査効果。これはまあ、うららも増字も両方とも投げられても両方とも止められるんで、最強です。はい。もう絶対勝ちました。ですね、とりあえずまあこれはミスラサウルスかな。ミスラサウルスはね、オビラプターになんか投げられても、ミスラサウルスぶん投げると効果がなくなるんで、オビラプターが。これがめっちゃ強いんですよね。で、オビラプター効果。なんか相手の効果をなんか無視して動けるんで、なんもないんかい。なんか逆に投げろ。逆に投げてくれ。逆に今手札いいやつ投げてほしかった。で、ベビキャラサウルスを手札に加えていく。で、
そう、このね手札を揃えるっていう感じですね。あのオビラプター、まあミセラサウルスもいいけど、ミセラサウルス、ベビキャラサウルス、オビラプターのうちなんかどれか2枚みたいな感じですかね。はい、まあプチラノドンでも一応いけます。一応まあちょっとだ若干妥協盤面になりますけど、はい、使ってみてくださいぜひね。クソゲーがしたい方はで、アルゴザウルスを特殊化で、アルゴザウルス特殊化成功時効果発動、卵を割って強力な魔法カード究極進化薬を持ってくると。はい、ほいで、卵割られたんで卵を交換で卵持ってくると。でこれ別にプチラノドンでも、あ、ベビキラサウルスでもいいんですけど、あのベビキラサウルスだとなんかそのベビキラ割ってベビキラ蘇生するときにどっちのベビキラってなるんですよね。だからいつも俺はプチラドンにしてるんですけど、別にこっち ベビキラでもいいです。こう出してくるの、はい。でプチラドンの効果でこれレベル4以上出せるんで、まあ、あの妥協展開でここでパンからトップ出したり、そういうね動きも全然できるんで、もう展開しかないなみたいなときはあのそういう展開をしていただければいいかなっていう、そんな感じです。はい、でベビキャラサウルスを特殊召喚、プチラノでベビキャラ、はい、でリンクリボーまず取れ先に出して、でこいつ恐竜じゃないんでニビルとか受けるんですけど、一応あ今ミセラがあるんでなんかニビルはケアできてるんですけどね、恐竜族がいなくならないです一応。でここがねスクラップワイバーン出すんですけど、ここがまあ一応ニビルとかを受けるときはまあ受けちゃうかなっていう感じですね。若干ちょっとそこだけ注意で、まあそれでも一応究極進化系持ってこれてるんで、まあ妨害は用意できるから、はい、まあアルコン出すなり、なんだっけ、オーバーテクス出すなり、まあすればいいかなっていう、まあアルコンの方が強いかな基本的には。でホイッと、でこれ出してきたやつをぶっ放すとどっちの効果も発動できるんで、どっちの効果も発動するとワイバーン効果でスクラップモンスター持ってきて、でスクラップワイバーンでデッキからスクラップを出せる。はい、これまあ投資大砲をチェーン1にすればいいかなっていう感じですね。でスクラップワイバーン効果でデッキからスクラップラプターを特殊召喚、まあ、妥協展開だとしても一応ドルカとかラギアは出せるんで妥協展開で出していいモンスターじゃないみたいな話あるけど、でジャイアントレックスとで、ここでドルカを出してまあ一応これでニビルもケアできますよみたいなね。まあここでニビルケアしたらちょっと若干遅いんだけど、まあとりあえずライヤーの方がいいか。ちょっと一回魔法トラップカードの効果を無効にするのをちょっと多めにしましょう。どうせなんだっけ、ニビル持ってなさそうなんでチェーン的にね。なんでこれ何でも無効にできる、まあ、神戦内蔵モンスターエボルカイザーラギアを出して、でスクラップキマイラを召喚で、キマイラ召喚成功時効果でスクラップラプターを特殊召喚、あ、これちなみにラプターが破壊されると召喚源増えるっていう効果があるんですよスクラップの、なんで出せてます。はい、でですね、ここで一応もう一回なんかラギアみたいなことも、あ、ラギアじゃねえや、とラプターみたいなこともできるし、ラギアもできるんだけど入ってればいい。はい、ここアポロウサの方がさすがに強いんでアポロウサします。でハリファイバーリンク召喚で、ハリファイバーリンク召喚成功時効果でジェットロン、これなんでジェットロン出してくるかっていうと、ジェットシンクロンでモンスターの数が増えるからっていうだけです。理由はそれだけ、本当にモンスターの数が増えるからっていうだけ。これリンクリボーに変換して、でジェットロンを、特殊召喚すると、結局そのジェットロンが2体分の働きしてるじゃないですか、だからモンスターの数が増えてるんですよ。これで4素材アポロウサが出せるんで簡単に。これ儚いらねえや、これ増地の方が強いね相手ターンはね。で特殊召喚するでしょ、でこれで4体でアポロウサ1枚2枚3枚4枚と。ちなみに高校だったら今のでアクセスコードトーカーとかできるし、はい、アクセスコードすれば勝ちですはい、ほぼで、アポロウーサ出して、まあ、先行なんでアポロウーサですね、まあ、高校だったらアクセスコード出しましょう。ほんで究極進化薬をぶち込んでいく、で究極進化薬効果でジャイアントレックスを除外してください。必ずね、ジャイアントレックスを除外すると、除外されたジャイアントレックスの効果で戻ってこれるんで、これが最強と。でオーバーテックスゴアトルスを特殊召喚で、ジャイアントレックス効果で特殊召喚と。これで、モンスター効果無効、神戦1回、魔法トラップ1回無効、何でも無効1回ですね実質。はい、でエンドと。まあ多分ほぼほぼ返せません相手は多分ほぼほぼ返せません
なんでこれやばいよね。でちょっと増殖してるチームをぶち込んでおきましょうね。これ手札っていうか盤面が強いときはもうドローフェイで打っちゃっていいっす。増殖する G、 はい、なんか相手の動き待ってからじゃなくてもう特殊召喚したときにすぐ相手がそのサイバードラゴンとかいるかもしれないからチェーンを組まないねタイプの特殊があるかもしれないんで、はい、サイバードラゴンとかだとこのアポロウサをメガフリートにされちゃうんでそれをケアするために一応ライヤーとかで、あーオッケー、これ本当にサイバードラゴンかな、ギャラクシアイズだった、ギャラクシアイズか、まあそれはいいんじゃない、まあ、一回ハリファイバーの効果で変身しよっか、まあ、ギャラクシーソルジャーはいいや、モンスター効果は一回アポロウサで無効にすればいいんで、でハリファイバー効果で、クオンダムを特殊召喚して、で相手ギャラクシーソルジャーの効果が発動してギャラクシーソルジャーが特殊召喚されて、ギャラクシーモンスターなんか持ってくれるよみたいな効果ね、はい、でソルジャー特殊、はい、でカード1枚ドローで、ソルジャー効果、ソルジャー効果チェーンアポロウーサー、チェーンアポロウーサー、やるじゃん、なるほど、いやでも言うて何枚かによるな、バニッシャーとしずく、なるほど2枚、3枚、やるねやるねやるね、どれを、アポロウーサ、なるほど、アポロウーサとどれ、ラギア、なるほどなるほどなるほど、やるじゃねえか、いいだろう、この効果にモンスター効果チャインできない、捨てた一滴の効果で、捨てたカードにの種類と同じモン、カードを、チェーンすることができないので、まあでもこれハッカーのもあるし結構強いと思うんだよね、ハッカーのもあるし、あともう一回ちなみにクオンダムの効果で、シンクロ召喚してサベージが出てくるんで一滴かけられてもなんとかなります、多分これ一滴とかいう最強カードでなんかモンスター効果通してこようとしてるけど、いや多分なんとかなる、さあどうする、何を持ってくれ、何でも向こうがあと1回あるぜ、ギャラクシーアイズ OK だろ、でその効果の処理後クオンダムの効果発動、クオンダムの効果によりジャイアントレックスとクオンダムでシンクロ召喚、現れよバレルロードサベージドラゴン、よくもやってくれたな、バレルロードサベージドラゴンはシンクロ召喚に成功した場合墓地の、ちょっとうるせえな、墓地のリンクモンスターを装備し、そのモンスターのリンクマーカーの数だけこのカードにカウンターを置く、そしてこのカードはカウンターの数だけ相手のカードを無効にすることができるぜ、さあどうする、ギャラクシーウィザード、これはちょっと意味ねえわ、意味ねえわ、うん、ギャラクシーウィザードの効果、あれだな、相手手札ギャラクシーアイズだな、くたばれーおりゃーさあその手札1枚のギャラクシーアイズで何ができる、ちなみにまだ何でも向こうは1回残ってるぜ禁じられた人地図をぶっかけられたところでこのデッキは止まらねえんだよ、止まるんじゃねえぞ、ドロー、オロマイ、なるほど、オロマイ打ちますか、一応あとはまあ、まあ、ぶん殴ってもおかしいこれ、まあいいや、で一応ですね最後まで分回しましょう、ミセラサウルス効果発動して、まあこれは何でもいいな、アルゴでもいいし、あのベビキャラでもまあいいんだけど、アルゴにするか、でアルゴ特殊煽りの攻撃表示で、攻撃表示特殊召喚効果でプチラノ割って、はい、で究極進化薬持ってくる、はい、でベビキャラ、あプチラノ効果破壊されたからレベル4以上のモンスターを、これはいいや、出せる、パンクラトプスとかいう最強モンスター出せるからパンクラトプス出すかはい地獄はい地獄で、インクリボーやる必要性もねえけどな、あんまりこれこうして、もうちょっとアルコン出してえな、アルコン出してえな、これ攻撃力ゼロになってるのめんどくせえな、ちょっとどかすかこれ、なんか入ってたっけ、あトロイメア入ってるか、トロイメア入ってるか、トロイメアでどこすか、でこことここでトロイメア出して、これに意味はないです特に、なんかどかしただけです、盤面を、で結局進化でよいしょ、で恐竜族モンスターと、ジャイアントレックスはダメだな、ジャイアントレックスはダメで、ゾウジいらな
で、アルティメット最強モンスター爆弾、ういーほいー。やばいでしょこれ。誰が勝てんだよっていうね、バトル。おいおい、おりゃー、うい。ひとしずくかけられてもね、余裕でした。対戦ありでした。誘発がありません、すいませんでした。誘発がありません。イグナイトウージー、誰やねん。イグナイトやばい、なんかエクゾディア、それありそう。これでね、戦意則なんでもこの属性サーチできるんでね、これでね、なんかね、エクゾディアルートみたいなのあんだよね、ルート的にはね。あの、まあ多分動画にしてるかな、もうこの恐竜デッキ、あのもう恐竜デッキの前にエクゾディアの動画で多分出してると思うんだけど、手札1枚からエクゾディアっていう、なんかやばいこと起きてんだよね、現代遊戯王って。はい、でチューンナイト、はい、チューンナイト、装備解除して特殊召喚ね、 OK。 でこっから何が飛んでくるかだよな。まあイゾルデだと思うんだけど、まあとりあえずイゾルデから何が出てくるかっていう話ね。あーすげえな、おい、なんか展開力すげえな、おい、これ何なんだこれ。ユライトウージー、はいはい、いっぱいできたウージーが、はい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 。でヘビーメタルフォーゼと何これ、あーハリファイバーか、なるほど、ハリファイバーね。で、あーハリラドンね、ハリラドン、あー世界終わったね多分。さすがに世界終わった。で何やるよ、ダークダイブボム。佐々木さん来た、佐々木じゃん。 DDB 来た、 DDB どういう展開これ。現状機コールドウィング、やべ意味わかんねえ、なんだこれ。 DDB って何や、 DDB が、 DDB とかいう激ヤバモンスター来たんだけど、これ大丈夫。ギャラクシークイーン、なんじゃそのカード、なんじゃそのカード、うわレベルすごっ。嘘でしょ。